参りました乃木坂工事中司会のバナナマンです。よろしくお願いします。そしてそして乃木坂ちゃんです。おいおいおいおおおおおこれください。お買い上げお買い上げ、ね、さあ今日のね企画、はい、発表しましょうか。日村さん、夏だから買っちゃおう、スタジオ即売会2022。やったやったやった、出た。さあということでですね、はい、今日もう、10月ですからね。そうなんだよね、はい、皆さん10月の気持ちでやってください。すごいでしょ、もうすぐ年末も来ますからね。今年の夏はツアーもあり、なかなか買い物にも行けていないであろうメンバーのために4年ぶりとなるスタジオ即売会を開催。メンバーの希望に合わせて番組が厳選したおすすめ商品を紹介。欲しいと思ったら即自腹でお買い上げ。欲しければ別に自分で言ったものじゃなくても買っていいです、うん、参加できるんだね。あのこれ別にプレゼントじゃないですから買ってもらうものなんで。お買い物だもんねこれね。お買い物なんで、ね、日村さんも欲しかったら全然買えます。あ、俺はもうそういった意味ではもう狂ってるからね買い物ね。俺がもうまず取り付いた可能性あるんだけどね。そうですよ、日村さんはもう番組でトータルで2000万以上買い物してる。いやそうよ、だってもうポルシェ一撃1500万。そう我々はもう時計スーツ散々、俺だってすごい買ってますからね。スーツなんか買って全部サイズがちっちゃくなっちゃったから、ね、何だったんだろうあの買い物と思ってるけど ね、うん、ね、財布の紐を緩めて買っちゃおう。最初のお客様は遠藤。遠藤の欲しいものは何でしょうか。私はドライヤーが欲しいです。ドライヤーですか。あ、まあ綺麗な髪してますもんね。ドライヤー、ドライヤーいいのありそうだよね。最近すごいからね。あるよね。今回ですね、いろいろ商品の説明なんかをしてくれるのはですね、はい、そこら辺にいたおじさんです。はい、ここにいたおじさんのカレンダーライターの藤山と申します。藤山さん、お願いします。よろしくお願いします。藤山さんは前のね、あのロケ、あの家電買うロケの時も来てくれて、でロケやってる最中に普通のあのおじさんに紛れてどこにいるか分かんなくなった。わかるね。でももう家電のことだったらもう何でもねお任せください。お願いします。じゃあ一つ目こちら、はい、ザン、わー、あ、なんかかっこいい。かっこいい。これこれなんかちょっとプロの人が使ってるやつっぽくない？なんか本当だね、マットでね、いいね。これはテスコムのノビーという、え、知ってるの？梅とか知ってます。テスコムの探してた時にこれ実は日本の美容室の7割で使われてるんです。もうじゃあプロの人が使ってるやつ、はい、でプロ仕様とか聞くと欲しくなっちゃう。欲しくなっちゃう。それの一般機ですか？プロの美容師さんが使うやつは温度の調整とかはもうマニュアルになってるんですけども、これ自動的に温度を調整していく。あ、温度調節？そうです。へえ、はい、そんなのあんの？へえ。ドライヤーって風速で乾かすものと風量で乾かすものがあるんですね、はい、違うの？風速と風量って食いついてます、ね、実は違うんですよ。風量の違いがわからない。でこれは速さの方なんですね。あ、なるほど。風速なんです。だから長い髪の方とか髪パーって散るじゃないですか、はい、それで乾く時間が短くなる。マジで？そうなんですよ。湯村さんが一番食えた。ドライヤーはね、じゃあ俺乾かないんですよ。なんか髪の毛全然詰まれたっても濡れてるっていうか。皆さん純菜と一緒でずっとトゥルトゥルのやつが出てる。そうそうそうね、秋田のね、秋田の純菜ね。秋田といえば純菜ね。池で取れるやつ。そう。続いてこちら、ダン。わ、何これ？何これ、スタイリッシュ。これドライヤーなの？え、何？ドライヤーなんですか？これ知ってんの？あ、知ってんの？はい、スタイリッシュなの欲しくて調べました。あ、え、ちょ、待って、これどうやって使うの？なんでみんなそんなドライヤーに詳しいの？マジ、どこでどう使うの？どっちから風出んの？これやばい、釘打っちゃいそうなもん。お父さん。おすすめ商品2つ目はスタイリッシュなデザインのキヌージョヘアドライヤー。ここ数年でめちゃめちゃ人気が出てて、今入荷するたびに売れてっちゃうっていう。品がなかなか手に入らない。でこれめっちゃくちゃ軽いんです。軽い。軽さが360g しかない。長時間さ、女の子とかやる子はさ軽い方がいいんでしょ。そう、取っちゃうもんね。しかもこれ軽いだけじゃなくて、うわー、コンパクトだな。持ち運べるんだ。
小さくなるんですよ。あれ細いスペースにスッて入れられるよね。これはなんかあの旅行持ってったりとか、そう今もう旅行行く時もさ、うちも家族旅行なんか行くと奥さんと娘でドライヤー3つぐらい持ってくるよ、こういうのと伸ばすのと巻くのと、あいろんな種類のね。そうそうそう、あとこれは風量タイプなんですけども、あこれは風量タイプ、風量タイプ、ここから多分向こうに当てれば届くと思いますね。あそのぐらい強い、はい、はい、ザン、あーもう出る、これはこれは知ってる知ってる、もうだってめちゃくちゃこれ売れてますもんね。おすすめ3つ目は大人気メーカーダイソンのスーパーソニックイオニック。でもただのダイソンじゃないです。えちょっとでかいってこと？そんなことはない。掃除機にもなるってこと？なるほど、髪落ちますからね、すごいね。これ実はイオンが発生するんですよ。イオン出すと結局何が変わるんですか？髪の毛、静電気がまず起きなくなる。おまとまりが良くなります。よっと、はい、それから口通りが良くなります。一番いいじゃないですかこれ。あと潤いが出ます。潤い欲しいもんね、はい、さらにダイソンはこれなんですよ。何これ？これアダプターなんですけども、えなんかすごいイボイボ、すごいね、なんか掃除機と一緒じゃん。本当だね、先っぽがいっぱいついてるのが、えあんな超便利。いや掃除機みたいなのあるじゃん。ここにカチャってつくんですか？カチャって磁石でくっつきます。磁石、アタッチメントここに分かんないよ。バスッと、あ、はい、誰でもつけられるね、はい、これもつけて使うんですかね？ならないってこと？お前は完全に包囲されているってやんないやっちゃうよね。やっちゃうよね。やっちゃうよね。ここでドライヤー希望の遠藤が3つの商品をお試し。遠藤は今もう何ちょっと古くなっちゃったりしたの？上京した時なので、うん、4年前。4年でもドライヤー界は結構変わってますね。じゃあね、4年どころじゃないです、もう半年で変わりますから、ね、半年、そんなに、はい、そうなんだ。おお、強っ、ついに、あ結構強いですね。おあ強いね。おなんかお風呂とか上がって速攻で行きたい時はこんなに強かったらいいね。これ相当強いよね。めちゃめちゃ強いです。横のところに羽が78枚ぐらいついてるんですよ。えなんでものすごい風が飛んでっちゃいそうですね。じゃあ これがお値段が24,200円です。ドライヤーにしたらなかなか高いですね。じゃあ次使ってみようか、はい、これすげえよな、これもかっこいいよな。ちょっとおじさん軽い、すごい軽いです。うん、今回の制服にも合ってるしね。音が違う。あちょっとでもこれ一番強いやつ、今これジャスト上がるんで、あ強い強い、あ結構強いじゃん、かっこいいねこれ、はい、あ相当これも強いね、全然パワーある。多分向こうのメンバーまで届くと思います。届いてます。あ来てる、マジで。あそう、あ来てる来てる、すごい来てる、来てる、あ来た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 。これすごいのは今こうやってドライヤーしてるのにお話できてるじゃないですか。ああなんで？これ超高回転のモーターなんで周波数が違うんですよ。ああだからラジオ聞いたりとかテレビ見ながらドライヤーしてもちゃんとテレビ見られるし、じゃあなんかやりながらとか。そうなんですよ。こちら金城、はい、33,000円、あさらに高いんだ、こっちの方がちょっとさっきより高い。今なら買えますよ。そうか、手に入んないんだ。手に入んないです。そうだ、金城ない。ちょっと待って、岩本がもう欲しくてたまんないとか。ご存知の方いらっしゃいますよね。ね、軽いの遠藤、それやっぱ。めちゃめちゃ軽いです、やっぱり。どのぐらい？何ぐらい軽い？バナナ。あ、これ何ぐらいのイメージ？いや、でも普通にバナナぐらい。マジで？マジで？本当に。めちゃめちゃいいじゃん。まあ、じゃあ最後。でもそんなうるさくなくない？あこれもやっぱり高回転型モーターなんで喋れる。どう？でも風量はすごい結構あるね。あやっぱあるんだ。あとダイソンがすごいのは温度制御をちゃんとすごいやってるってことです。1秒間に20回温度制御やってるんですよ。へえ。あダイソンこれ45,760円。なんでなんでなんでこんな高いの？お値段もダイソンということで。ダイソンさあどうする？どれかは買おうと思ってんの今？でも欲しいですよね。いや絶対買った方がいいよ。遠藤なんてもう全部買ったって本当はいいぐらいだよ。いや家用、移動用、楽屋用とか買えてもいいぐらい。そうだよ。それではお買い上げタイム。おすすめの中に遠藤の心を射止めたドライヤーはあるのか。です。
何が決め手だったの？髪もちょっと長いし、うん、ずっとやってるとやっぱ疲れちゃうっていうのもあって、うんうんうん、軽いのがいいなって思うのと、うん、持ち運びがやっぱり疲れます ね、 いやいいね。さあ、そしてドライヤー欲しいって他にも言ってたメンバー、え、さくちゃんと同じのがいいよ。あ、ピンでしょうか。これ欲しかったの？え、私も本当に重いのダメで、うんうんうん、お風呂上がりって暑いじゃないですか、はいはい、うん、なのに重いの持って乾かすの、うん、本当に汗かくんですよ。山本はもう何も持ちたくないんだ。今日はこれもう優先的に買えますよ、ね、すごい欲しいです。お買い上げ。さらに樋口、田村も同じくキムジョヘアドライヤーを購入し、うん、高いんですけどダイソンかなって思って。ダイソン、かき足はダイソンをお買い上げ。かき見たね、はい、言ってました。あ、イオン出るのがずっと欲しいなって思って。マジで。あ、じゃあダイソン。いやでもな、高いけど軽さがいい。あ、いいよ、持ってみて。どうする？うん、そうだな、絶対喋んなよ。俺喋ったろ今。なんでパントマイムめちゃくちゃ軽いだろ。プロ仕様だよこっちは。かわいい。それだけミスタービングみたいなのがいる。ちょっとね、喋っちゃいけない条件ですね。かわいいな。決めた？これ全部同じじゃないですか。そうだ。あ、そんなことない。そんなことない。カードで2回払いにすれば1万5000円。この子たちそんなことしませんね。もうめちゃくちゃもらった。経済効果やばいんですよ。やめて、やめてその会話。じゃあ私も。はい、決めて。ありがとうございます。ありがとうございます。秋だけど買っちゃおう。続いて秋元が欲しいのは、私はアイロン。アイロン、アイロン、はい、アイロン、はい、あの持ってるんですけど、一人暮らし始めて多分8年ぐらい。あ、そんな使ってんの？はい、伸びるんですけどちょっと時間かかっちゃって、うん、もっといいのないかなと思って。だから秋元いつもくしゃくしゃの着てたんだ。いやいや、着てないですよ。え、着てましたっけ？ダーン、来ました。これはね、何これ、ド定番を持ってきました。ド定番なんだ、はい。最初におすすめするのはパナソニックの衣類スチーマー。これは僕も持ってます、これ、あ、そうパナソニックの、はい、これはもう本当にいいですね、はい、教えてください。これスチームアイロンなんですね。ハンガーに吊るしたままシュッやるだけでシワ伸びちゃう。ダイリストさんがよくやってるね、はい、あのアイロン台を使うっていうのは、まあね、もう縄文時代の縦穴式住居に住んで、そんなことはいないかなっていう感じなんで。今は使わないんだ、アイロン台は。今はもうほとんどスチームショップ。スチームね、置いても使えるタイプですね、これね。そうですね、はい、でこれスチームが19秒で出ます。もうじゃあすぐかけたい時も、朝忙しい時ちょっとパッといけるとか。その通りです。そうなんだ、はい、便利。あら早いね。しかもこれぐるぐる回してもどの角度でもシーム出るっていうのがすごい。なるほど、ちょっと水がなくてなんてことがないんですね。そうです。あ、普通あのこういうアイロンだと傾き上にしちゃうと出ないとか言うんですよ。あ、ちょっとわかるね。めちゃめちゃ出てますね、はい、すげえすげえ。ここ集中的にっていう場合があるんですよ、うん、そういう場合は、はい、スピード的に、すごい出てる、はい、なるほど、出せます、はい、あのズボンのお尻のとことかちょっとお醤油こぼしちゃったりとか、ね、あ、お醤油、はい、ちょっとうんこ漏らしちゃったとか。それはないですね。それはないです。意外とあるんですよこれ。意外とあるんですよ。さあ、さあこちらパナソニック15,400円、割とお手頃な、ね、いやもうこれは買いだよね。うん、めっちゃいいですね。これとみたいなことですよ。ザン、え、え、なにこれ、なにこれ、あー、これいいかも。これがアイロンなの？わかんないね。初めて見た。チームなんですけど、おすすめ2つ目はスイスのメーカーローラスター社のイギー。どういう風に使うんですか？確かに使い方が、使い方がわからない。2分ぐらいまず温めが必要なんですけども。2分ちょっと高っ、そっから出てくんだ。これだからすごいのよ。すげえ、すごい勢い。こんな感じで引っ掛けてめちゃめちゃ強いから、はい、これはすごいね。こんな感じで、でまあ除菌できます、匂い消しできます、まあ花粉とかの対策にも有効です。そんなのもいける。でそのプレートみたいなものはないんですか？このこっちはない。これプレートはない。あ、これスチームに特化したやつですね、プレート。こっちはだからそれもいける。そうですね、いいねこれね、やりたい、ね、これが29,800円。なかなかちょっとお高め、まあちょっとしたね、まあまあまあ、そうですね、うん。
さあ、そして今回、うん、秋元すごいの持ってきてくれたよ。このおじさんただもんじゃないですか。こちら、わあ、何これアイロンなのこれ。名古屋。これアイロンなんですか。LG っていう韓国のメーカーのスタイラー、うん、中を開けて見たことないこんなの。あ、クローゼット。はい、これクローゼットになってます。本当だね。ここにあの給水タンクあります。はい、ここただ水入れるだけ。あ、水入れるだけ。僕説明していいですか。どうぞ。ユーザーの声が一番。あの僕持ってんですよこれ。これが設定だ。そうなんですよ。あのここで水買って入れて、でこっちにもう排水水がここに溜まるようになってます。だからこれ捨てちゃえば。でこれ専用のハンガーがこう2つと、うん、はい、ズボンプレス用とあとこういうとこぬいぐるみとか帽子とか、マフラー、手袋、はい、でこれいろんな、ここにいろんな、わ、未来だな、未来です。ここにいろいろリフレッシュとか専用ケアとか除菌とか乾燥とか、うわすごい、乾燥もできる、乾燥もできる、これだから中でスチームがプシッってなってるんですよ。でこのハンガーたちがブルルルルって揺れるんですよ。だから汚れも落ちるし、ピンとシワも伸びるし、花粉も大丈夫、そしてニットもいけるし、最新モデルは革も OK です。あ、革もいける、はい、革もいけるやつ。もう何もしなくていいんだ、かけときゃいいんだね。あ、そうです、かけるだけです。でこれ3着タイプなんですけど、5着タイプもあります。あ、5着タイプもあるんですか。あります、はい。さらにでかいやつなのね、じゃあ、はい、そうなんすか、はい、枕とかもいけそうですね。あ、枕もこれ枕もいけますね。そうですよね。これは相当いいですよ。半端ないね。これズボンの折り目もつけられるように、あのドアのところに、ここ、ね、ズボンプレスもついてる。これここにこう挟んでやれば、あ、パンツもいけます。バッチリこうやってね。これが25万5000円。やっぱこれはちょっとだからもう未来の、まあ、これはプレミアムな機械なので、うん、傾けたりとか。ここで秋元も実際にアイロンの使い心地をチェック。しかしどうしても気になるのが、めっちゃ強いです。あとこれ、急だよねこれ。まあだからこれちょっと置くスペースを考えないと、はい、私本当に狭い家に住んでて、うん、めっちゃいいなと思うんですけど、うん、引っ越しした方がいいんじゃないですか。これのためにね。これのために、ね、はい、開けても平気ですか。かわいいな、ずっと仕事してる。まあ、あの使ってない時の洋服はかけとけますけど。そうですね、はい、アイロン買うっつってこれ買ってきたら大したもんだ。私こういうの想像してました、ね、俺ちょっとアイロン買ってくるっつって、あ、行ってらっしゃい、帰ってきてこれ持つ。何とはなるけど、でもこれ本当優れものだからね。秋元、高額商品お買い上げなるか。それではお買い上げタイム。超高額商品まで取り揃えた中から秋元が選ぶのは、さあどうします。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。じゃああれとこれでいい。ちょっと待ってください、あのすっごい欲しいんですけど、ちょっと置けない気が。いや置ける置ける。いや部屋でも今それぐらいのスペースのとこ立ってないんだから秋元だって。散々悩んだ秋元だったが、結局パナソニックのアイロンをお買い上げ。これもすごくいい。他の方でアイロン欲しい方、あ、梅。パナソニック。お、行く。あ、旦那にこれ行きたいの。いや、めっちゃそれ魅力的で。いいよ、これ行っちゃえば。でもこの後何が出てくるか分かんないから、もういくらお金を使うことになるんだろうと思って。いいだろう、もう自分へのご褒美だよ。だいやちょっと一通り見たいです。いや、もうここ多すぎたらここ買えないですけど。あ、この瞬間に決めるんですね。みんなそれでやってんですから。でもマジこれは本当おすすめします。それはまあ高いからね、うん、そんなポンポン買うもんじゃないでしょう。そうですよ。ただこれ買って後悔したっていう方は僕は知りません。そんなこと言わない。そんないたって言わないですよ絶対に。いいんじゃない、でも買っても。お、買います。いやー、来ました、来ました、来ました。すごいな、ありがとうございます。すごくいい商品ですよね。すごいな、急に横入りして買ってっちゃった。だからみんな和田に預ければやってくれよ。やったぜ。続いて、カキがどうしても買いたいものとは。私は枕が欲しい。枕が欲しい、はい、枕が欲しいということで今日スペシャル用意しましたよ。なんかすごいでしょ、ね、すごいです、ね、
今日なんとオーダーメイド枕、自分専用をいろいろ測って作れちゃう。 あるよねそれね、はい、布団の西川さん、枕専門、ピロースタンドの篠宮さん来ていただきました。お願いします、篠宮さん。ということで、もうだから下記に合わせて作った枕なんで、もうこれお買い上げ決定になりますから。いいですか。これはどうしましょう。まずはこちらにお立ちいただいて。はい、お立ち。じじい。ではですね、首のラインを測りいたしますので。うん、首測る機械だったこれ。はい。こちらを向いてお立ちいただいてよろしいですか。で、はい、日村さん、はい、日村さんこちらを向いていただいて、ちょっとだけ髪の毛を分けさせてください。なんか気まずい。なんでよそこに。そんな見つめ合って。すごいな、カキ強いな。では失礼いたします。おお、すごい。すごいそれ。あ、それでちゃんと測れてるんですか。はい、こちらがカキさんのお背中のラインです。おお、ちょっと曲がってんの、くにあって。いいんじゃないですか。ワイドカーブは、ただ、後頭部が割と低めなので、あんまり後頭部は高さがない枕の方が合ってらっしゃると。そういうのが分かるなんだ、はいはい、では早速ですが、じゃあお買い上げ。まだです。ヒッチーの角度分かっただけでもう買わなきゃいけない。あの、事前にお答えいただいたアンケートで、うん、首こり肩こりをお持ちでいらっしゃるのと、首こり肩こり肩こり、はい、あと歯ぎしりされるんで、結構ちゃんマウスピースしてて。そうなんだ、はい、歯ぎしりするっていうのは体の力が。事前カウンセリングの結果から、今回は最も細かい調整が可能なプライムプレミアムという商品を試すことに。まず後頭部から高さの調整していきますね。後頭部に3センチ分の板を入れます。1センチずつ抜いていくので、どの高さがカキさんが息が一番しやすくて、面白い。体の負荷が一箇所にあまり集中してない高さをなんとなく背中に意識しながらご体感ください、はい、そして1センチずつ高さを確認。カキの場合は後頭部を低めに設定することに。楽かもしれない。そして首の部分の高さもミリ単位で調整。3ミリ分ぐらい高くしてお作りします。3ミリ、はい、すごい。なんかずっとそんな格好で話聞いてるって、なんかすごいすいません、なんかながらず全然私いつもそうなので大丈夫です。正座してるから普段寝てる状況ってこれより硬いですか。どうだろう。あの、なんか 3枚重ねてる。マットレスの上にそのセットになってた布団を引いて、肩が多分これよりも。自宅の布団の硬さも考慮して、寝返りを打った時の高さも滝に合わせて調整。考えてない。でも日村なんかちょっとうっすら濡れたコンクリでいつも寝てる。それカバなんだよ。それバックヤードにいるカバなんですよ。それだと疲れちゃうね、硬いから。カバは疲れてないよ、あいつは。そうか。世界に一つだけカキ専用枕が完成。カウンセリング後はその場で今決めた高さに全て調整したカキ専用枕を作ってくれます。あと合わないなって思った時に、こちらのタイプの枕は無期限で調整無料で。無期限、無期限、無期限でできます。もうだから90とかになっても変えられる。まあでもさすがに90歳まではもう、ね、できた。これが今カキの、そうですね、高さで調整したもの。はい、すごい。はい、どうぞ。あ、じゃあ失礼します。カキ専用だ。首のところがちゃんとフィットしますか。フィットしてる。で、横向きが多分さっきより低くなったので。はい、あー、本当だ。今このマットレスだと若干高いんですけど、うん、ご自宅だと多分もうちょっと体が上がる分フラットになると思います。じゃあもうお買い上げってことでいいですか。お買い上げ、はい、あ、もうよろしいですか。はい、はい、大丈夫ですか。大丈夫です。こちらお値段の方は38,500円です。38,500円でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、これをずっと使うもんだから。そうですね。よかったな。いや、よかった。ずっとあのこの枕屋さんの前うろうろしてたので。あ、本当、はい、あ、じゃあよかったじゃん。やっとね、はい、ありがとうございます。制服もシワシワになっちゃったからアイロン買ったらいいんだ。今そうだね。ね、アンダーライブ大阪公演の配信チケットが販売中。全員持ってていいんじゃない。次回は4年ぶりのレジェンド登場。衝撃商品でメンバー根こそぎお買い上げ。セクシー。
チャンネル登録よろしくね。バイバイ。